どうしようかな。紛らわしい、マジこれ。みんな合わせてるでしょ、紛らわしい。二人ペアみたいな。かわいい。さんいいですか、ありがとうございます。あ、じゃあ、ヒカックさんも合わせていただいて。はい、これで、はい、いきます。OK、はい、です。はい。お願いします。誰か来るぞ、これ。誰か来るぞ、これ。空手リーダーコンビ。うん、来るよ、空手リーダーコンビ。これ、これやばいな。ペア来たらめっちゃおもろいな。ペア来たらマジで面白い。来い。うわー、ギゾちゃんと来たし、全然ペアじゃないし。また来たんだけど、今日も最後このペアじゃん。最高。リアクター、いや、めっちゃキルして、右手動きそう。キル起きてるに 2%。おー、イエーイ、ナイス、はい、ナイス。これちょっとペアが来たか気になりますね。気になりますね、ペアインポスターが。はい、インポスター来た。僕 G ペアはないです。はい、あ、全ちゃんさんペアもないです。レイギゾペアもないです。僕リフさんもないです。ノズル社長もないですよね。違いますね、はい、ないです、ないです、はい、あってもあるって言わないやろ、誰も。まる意味ないことは交わせたよ。言ったら終わるからね、うん。でもそんな奇跡起きててほしいな。確かに、おもろい。あったら確率はでも急に増えますよね。ありえる、ありえる、うん、全然あるな。あ、でももっとあるな、やばいな、可能性あるな。おーおー、流れてんね、これで。なんで心がペアってバラたんや。やめて、バラさない。やめてよ。ま、相方が、相方が相方なんですけどね。うん。全ちゃんさん、ヤーマンさん、ドズさん。ほう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 。ギー族さーん。ここで戻って、おお、すごいこと起きてんね。バカいいキル入った。神キル。はい、あ、マジ？直近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 。はい、僕が見つけました。アーカイブですかね、アーカイブで。停電中、僕はアーカイブですれ違ってます。停電中、ふたはアーカイブでダウンロードしてます。あ、確かにタオルのとこずっといましたね、ヤーマンさん。僕もそこら辺うろちょろしてたんですけど。あ、絞れなさそう。タオルやってて、なんかかすかに上に、ふたばさん上上がってきました、シャワーから。あ、あのダウンロードしてます、上がってきました。あ、それは見えました。アーカイブのどの辺ですか、ちなみに。アーカイブの、真ん中っすかね。真ん中で、他の人はちょうど見えなかったっすね。はい、あ、そしたら僕一番最初にシャワーからメインホール抜けてるんですけど、おそらくなんですが、ドズル、ヒカックさん、双葉さんがそれぞれ、僕は今停電を昇降機で直してるんですけど、昇降機左で、ヒカックさんがシャワー室で下、はい、双葉さんが、アーカイブの右なんで、はい、じいさんとこの3人の誰かだと思います。だと思います。そうです、ね、間に入り込めないですよね、多分さすがに。なんか別に自分から落とすのもあれなんですけど、僕もアーカイブからドズルさんの後ろを追って昇降機右の上まで行ってるんですよ。あ、マジか。そうなんだ、はい、あ、じゃあ僕の後ろは、あ、なんかドズルさんは切れてないと思うんですよね。だ、その同じ道をたどって行ってるんで、はい、そのルートに死体がないってことはドズルさんはもうほぼないです。クレイさんってもうアーカイブど真ん中通ってますと思いますね。ど真ん中通ってるはず。そこで見逃す、その時点ではなかったです。ドズルさんは白になるけど、クレイさんが逆に、そうです、僕の代わりにクレイさん召喚です。はい、あ、で一応あれ、義足さんも近くにいたんでしたっけ。いない、僕はいて、確か G さんとヒカックと、はい、ヤーマンさんがタオルとあの配線のところあたりにいたのを残して、メインホール抜けてるんですけど。あ、そうっすよね。僕シャワーにとどまってて、その後メインのとこ行った時に義足さん見てるんで、僕目線義足さんは多分無理だと思います。行きません。はい、で、あとシャワー室の下の方で、二
葉さんとドズルさんがその時に入ってきたのかな。ちょっと前っすよね、それ。ちょっと前です。ちょっと前です。了解です、了解です。はい、です、はい、です。いや、多すぎでしょ。大胆だな。やばい。これすごいな。大胆。いい切る、いい切る。固まるやだ、やす。固まったら、ディスコでコメントください。いやー、来たねー。気持ちいいキル入ったね、今のね。いやー、いいね、いいね、いいね。いやー、ああいうのちょっと試していきたいね。どんどんね。いやー、いいの入ったな、今の。最高だったな。これめちゃめちゃいいキルだな。よしよしよし、行くぞ。あ、これ1キル目、絞られずに取れたのめっちゃでかいから。しかも、義足さん外せてるしね。それがすげえ強い。タスク1個やる。おおえおおメスさん、メスさん、メスさん、絶対セキュリティです。固まってた。固まってた。今、僕もアドミン見てて、セキュリティ、はい、ん？セキュリティ1か1だな。あ、固まってセキュリティです。なんで、なんで、固まってなかった。固まってはないけど、ディスコでコメントなかったんで、あれどうだろう。オッケーです。はい。ロングタスクやってたんですよ、セキュリティの巻き戻すやつ。あ、はい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 。あれが終わったぐらいでメスさんが来て、自分がそのままキッチンに抜けてったんですけど、あ、固まってないです、うん、ってますね、はい、本当に直近、はい、7秒前にいた時は死んでなかったです。本当に直近です。はいはい、最終調子してます。ミーティングです。やっぱ電気室です。展望です。シャワー、コックピットです。左昇降機左直してコックピットです。僕目線クレイさんは切れないと思います、多分間に合ってない。逆に僕メッセも直近なら比較さんも無理です、ね、無理っすよね、僕コックピットに置いてる、はい、うん、はいはい、セキュリティ1電気室1だったと思うんですけど、あ、じゃあ電気です、絶対電気の人です。あの、すれ違ってないです。電気双葉です。え、双葉さんはどういう動きなんですか。診察で見て 7秒前見て、死んでないと思いながら、数えながら最後にクイッと上げるやつやった感じです。うん、7秒前です、見たのが。うーん、まあ、一応僕のアドミン偽装もあるので僕の説もあると思うんで、あ、でも、はい、僕、うん、僕最後アドミンで義足さん見てるんで、義足さん実行犯ではないと思います。まあ現行犯、はい、あの実行犯ではない、実行犯ではないです、はいはい、相方だと思います、やってたとしても。はいはい、ピップさん、じいさんは、僕、あのシャワーです、僕。うーん、はい、シャワー室でタオルを出す。覚えてるんですけど、ちょっとあんま他の覚えてないんですよね。で、か、浮いてるのが双葉さん、双葉さん、ゼンチャンさん、ビップさん、じいさんです。まあそうですね、僕も浮いてますね、多分。でもゼンチャンさんはだいぶ情報の出し方は白く見えました、僕目線は。そうですね、うーん、まず迷宮入りにした方がいいかなっていう、ゼンチャンさんが来てたら。まあ確かに、いやー、それは全チャン、それ早いっすか。早いと思います。まあ逆に知ってるけど偽装から。なるほど、ごめんなさい、携帯落としちゃった、もしば。うん、よいしょ、義足さんナイスキルだね。義足さんアドミンにいたって言うかどうかすげえ迷ったんだけど、クレイさんと直前まで一緒にいたから、そこ3人つながるから言った。クレイさんに見られてなかったら言わなかった、変に巻き込む可能性あるから。めちゃめちゃいいキルだね、最強。逆にだからアドミン偽装もあるけど実行犯ではないよっていう僕の考察も落とせるし、義足さんも白目に見えるし、今のは最高だったね。ちょっと待って、アドミン情報、キッチン1、エンジン2、バイタル見られてないか、バイタル見られてないな、ここ切れるな。あー、惜しい。おー、白だ、ナイスボタン、ナイス、これはナイス。で、ちょっと忘れてたんですけど、10秒ぐらいですね、多分メスさんがセキュリティに来てから自分がキッチン、展望の動線つないで、下の通信のタスクが半分ぐらいまで行ったところでボタンが鳴ったんですよ。ただ10秒ぐらいですかね、それは大体。なので、それを思い返すと、7秒っていう双葉さんのあれが、ちょっと自分的には違和感かなっていう。7秒前に死んでないっていう。死んでないです。はい。でも自分の中では多分、死んでると、まあ、わかんないです。それははっきりは言えないですけど。それで死んでた場合、全長さん自分の
あ、でも2人とも正しいこと言ってるんじゃないかな。そうですね、はい、そうですね。前者さんは3秒前に見てて、双葉さんは7秒前、うん、だから7秒以内ってことじゃないですか、キルが。そうです、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 すいません、接近キルですね。そうだそうだ。で、義足さん情報でセキュリティ1って言いましたっけ。確かそうだったと思います。で、電気1で覚えててよ、義足さん。いやいやいや、ここ双葉さんもし白でも釣っといた方がいい気するんですけどね。ん、その場合もう一人誰、いや、1キル目2キル目の容疑が被ってるんで、結局最後残された時も結構双葉さん辛い位置になるかなと思ってます。うーん、どうですかね、情報なんか、うーん、今まだ早い気もするけど、結構は怖いっすけど、まあ、いやーどうだろう、白だった時に2浪残りでってなっちゃうから、僕も街でいいかなと思う、うん、あ、全然街でもいいと思います。はい、タンズリなら今かなと思って、なんかビップさんか Z さんどっちかが弾けるならローラーしたいなとは思ってました僕。双葉さんと浮いてるもう一人、うんうんうん、はい、と思いましたけど、ね、私はもう怪しいと思ってるので、あの早速バンバンやってます。あと少しです、うんうん、了解です、はい、了解です、了解です。スキップ入れます。入れました。はい、いやー、2キル目もいいキルだなこれ。うん、うん、次、マジでこの次、ここがクソ勝負、ここの勝負に勝てるかどうか。ここだな、よいしょ。まあ止めに行くか一旦。次のキルを通したくてクレイさんが来る。クレイさんは結構白いから切っちゃうのは全然あり。双葉さんになすれる位置で切れるかどうかだね、あとは。Z さん、VIP さん、ドズルさん、診察1。おお、あー、そこ切られる。まずいキルですね、これは。3秒前に見たらもう、死んでました。なるほど、はい、うん、このキル双葉さんではないです、絶対にアドミンです。多分宿舎前でキルされてる気がします。宿舎前、それで言ったら、ん、宿舎前、死体僕通った時はなかったですね。宿舎前直前2になってます、はい、2、うん、遺族さんが通った時に誰かに会ってる可能性があって、宿舎前、ドゼルさんの考察だと。あ、だから僕は義足さんちょっと怪しいなとは思ってます。うん、あ、それかごめんなさい、エンジンの可能性もあります。エンジンも、それで言うと小宮サボ全ちゃんって来てなかったっすよね、多分。多分小宮サボ止めたのが僕、ドゼルさん、クレイさん、もう一人だから、うん、ビップさんとさん、あの G さんもいました。はいはいはい、はい、え、そうなの。結構じゃあね、小宮サボいて、右にいるの、右にいるの双葉さんだけでした、アドミン情報。おお、そうですね、一、はい、人でもうタスクやってました。貨物から診察に流れる双葉さん。そうですね、はい。Z さんと VIP さんってどこ行きました？コックピット出た後、コックピットというか通信出た後。出た後、僕はエンジンルームまでしか行けなかったっすね。そこでなりました。うん、なるほど。はい。俺どこやろな。これ白出しできる人います。うん、でもわかんないな。ロゼルさんがアドミン見たのってどのタイミングですか？コメサボ後からずっと見てます。はい、ただ、その前に。キルされてたらわかんないですね、エンジンとかで。うん、最後ドズルさんが見てるのは僕も確認してます。それで言うと、まあ、僕はこうしか、まあ、人狼でも人狼じゃなくてもこういうしかないですけど、とりあえず宿舎前に、レポートとか特に出てないです。でも宿舎前には確実に今なりましたね、はい、逆に義足さんのタイミングで宿舎前にいた人がいないとおかしいってことですよね。そう、そうです。だから僕は義足さんかなと思ってます。僕目線だと、コックピットに入る前に VIP さんと Z さんでエンジンですれ違ってて、2人がどっちに行ったのかがすごい気になってます。なるほど、はい、しましょう。そうか、義足さんが取った後に、はい、どっちかが切ってる可能性は僕あると思うんで、2人はエンジンルームと行き来しただけっすね、コックピットと。ほうほうほう、全ちゃんさんのでも目撃情報がないんですか？はい、目撃はないです、通信には来てないですね。見たかもしれません。疑われるな、これは。よいしょ。ここは、まあでも正しいこと言ってるから、僕はなんか変なことは言ってないはず。
いやこれはもうここで義賊さん落とされたら多分勝てないから普通にやりに行くしかないと思う。貴族さんワンちゃんお土産するかこれ。ナイボー、はい、流しました。押しました。ナイボー。あ、じいさん固まった時なんですけど、はい、誰かクルーをして罰をしてスキップをして罰をして投票すれば大丈夫です。了解です。はい、はいはい、さっきのターンなんですけども、双葉が右にいたのを見てる人って誰かいます？誰か一人政治があったんですよ。僕は見てないです。じゃあゼンちゃんさんが政治があってるはずです。どこら辺どのタイミングですか？アーカイブにいたあたりなんで、アーカイブから双葉はラウンジ貨物診察に行ったので、もう15秒とかそれぐらいですかね。米サボ中、ね、単純に米サボに行く前に、ね、はい、シャワー室の右端で双葉さんが暗記のところにいるのは僕見ててそうです。あそこでもう忘れてて、僕がインポスターじゃなければ、証拠機じゃないか、宿舎前で義賊さんと誰かがいてキルしたか、はい、もしくは真犯人と善ちゃんさんがいてキルしたかの2択だと思います。はい、VIP さん、 Z さん、義賊さんの中に僕はいると思ってるんですけど、ビップさんと Z さんの動きが、はい、ごめんなさい繰り返しなんですけど聞きたいですね。その後 Z さんは行き来してて、ビップさんはそうですね、あといつの話でしたっけ。もう、さっきのゼンちゃんさんキルの時に僕すれ違ってるんですよ、はい、2人と、はい、コックピット入る前に、コックピット入る前に、はい、でどっち行ったかなっていう。コミサボ直って、はい、エンジンルームの方行きました。あ、そうですよね。でその後、はい、上行きました。エンジンルーム行って、メイン行って電気やったような気がするっすねなるほど。その動き、はい、ドズルさん見てます？いやごめんなさい、ちょっと覚えてないですね。なるほど、いやなるほど。ちょっと双葉さん怪しんでたんで、双葉さんの動きを注視してました、右側。あ、でも双葉さん今回は切れてないですもんね。だから切れてないです。はい、だから宿舎前にが直前ついたのは間違いないです。全チャンスと双葉さんすれ違ったのってアーカイブでしたっけ？かもしれない。それってだいぶ前の話なんで、クレイさんの可能性も、はい、どういうことですか？クレさんが私の覚え気見てるならクレさんかもしれないっていう感じです。あ、いや僕はコミサボ後そのままメインシャワーまで最終行ってますね、うん、はい、なんでその、うん、ギドちゃんナイスキル、ギドちゃんナイスキル。さあ双葉さん残してどこまでやれるかですね。あとはここでドズルさんが双葉さんを怪しんではいるから、ドズルさん残して双葉さん釣って勝てたら最高、ダブル入れて。ただいやそこまでいけるかだね。アドミン情報どう？エンジンか、めっちゃ寄ってんねこっちに。エンジン切ろっか。ごめんねビップさん、ごめんね、切っちゃうね。もう多分これ切っちゃった方がいいと思う。あ、やばいやばい、それはごめん。双葉さん殴り合います。ほう、はいはい、よかった。はい、ビップさんの死体が武器庫の上の通路にあって、そこから来るヒカクさんを見ました。はい、僕はビップさん残して行ってるんで、双葉さんのセリフです。それで言うと、はい、心電図見てて即キル即レポではないのは間違いないです。はい、うん、はい、なので義賊さんも間違いなく言えますよね。キルした瞬間でした。僕が見た時はもう死んでたんですけど、ビップさん、僕が見た時ももう死んでて、そこから3秒ぐらいは経っているので、双葉さんが迷っていない限りは、あでも僕は結構、ま、ちょっと前に残してきてるんですよ。ドズルさんとじいさんの位置だけちょっと聞きたいですね、はい、僕右側です。じいさんも右側いました。赤い部分はそうですね、電気室ですかね。じゃあもう2択じゃないですか。あ、もう2択でいい。僕はもう双葉さんしかいないんで、はい、前日の証言と、ごめんなさい、ヒカックさんと双葉さんがすれ違ったのは何秒前ですか正確に。双葉さんってもう1秒2秒前じゃないですか。いや僕はちょっと前です。じゃあもうヒカックさんなんですけど、ヒカックさん初手級の時って誰かと LINE 繋いでましたっけ？クレイさん、いや繋いでないです。ヒカックさんと双葉さんはそれぞれ単発で、そっかそっか、僕がシャワーにいたっていう証言でしたね、はい、なるほどなるほど。僕は自分の目で見た神殿的にヒカックさん行きたいです。そうですね、そこすごい、クレイさん白い。なるほど、じゃあそこの二郎だと思います。僕前1日目は入ってますけど、2日目3日目
の容疑は多分厳しいと思いますし、確かメッシュさんってセキュリティですよね。その時双葉さん電気室でしたよね。はい、なんで僕はもう2日、はい、1日目2日目考えて、ギゾクさんは比較さんと双葉さんだったら今どっちですか。比較はもうコックピットその時にいたから、僕比較さんに入れます。あーこれ負けだと思います。俺は比較さんに入れます。双葉さんですけどね。はい、え、あーなるほど、これは2両残ってるんで負けだと思います。いやこれは、はい、間違ったすいません。なるほど、もし押せたらローラーしてほしいです必ず。いやー僕から釣られちゃうか。いやちょっと運悪かったな。あーでもこれラッキー、停電残ってたらめっちゃラッキー。うまいっすねマジで、素晴らしい。いやーやられた。いやーいけそうだったけどね。あーかなり良かったんですけど、あんなすぐ双葉さん来ると思わなくて。これなんか次ボタン押されたらバレそうじゃないですか、ライン繋いでるの。あーでもこれ停電が残ってたのがラッキーでしたね。これでカチカチで。そうっすね。いやローラーできればって感じですね。うまいこと利用されたな。山田さんでもドズルさんですよ、インポスター。いや俺ほんまにメッシさん嫌いになったからもうめっちゃ騙されてましたからドズルさん犯人や言うて、見ましたか、あんだけ市民を釣ろうとしてるの言われましたからめっちゃ怖い。ドズルさんをめっちゃ悪く言われてたからこんな命令しか見てなかったドズルさんのことほんま怖いわ。ピュアだな山、おい怖いわ世の中マジ怖いアマングアスだぞ言うてるやでもやらしちゃダメなんだよ。ほんまに怖いわマジで一番しかもメンタルいかれてる時でしたからね僕相談しに行った。前回固まってたんすよメッサー言うて相談乗ってもらったのに追い打ちかけてきよった。ボタン押さないか。まあこれボタン押さなかったらあれですね、バレそうっすよね。そうですね、そうなるとちょっとやばいっすね。結構ライン繋いでたんで、ね、あーもう切った。え、双葉さん切った。どこで切りました。ドメインの近くにいるの。ここか、やばいね。わあこれ見つかっちゃいそうっすね。これ見つかっちゃいそう。どこですか。どこ、真ん中です。あ、双葉さんじゃない。双葉さんが嫌い。いい位置です。あ、ギゾクさん待ってんのかこれ。あ、終わった。終わる。はい。ん？はい。どこですか。メインホールの左端に双葉さんの死体がありました。はい。でちょうどそこに僕もいたんですけど、ギゾクさんが、はい、いやー途中まで良かったんだけどな。どんな感じでしたっけ。惜しかったな。ちょっと怪しい動きしてたかなっていう。タバさん直でコックピットいいか、はいはい、暗室のタスクやって、いやー惜しかったな。でシャワーのタスクやった後に惜しい惜しい死体発見って感じですね。で、はい、G さんが右から来たって感じですね。そうですね。でじゃあ義賊さん目線、はい、G さんはないですか。死体いつ殺してから右に流れた可能性がなくはないんでそこは分かんないです。ただ薄いと思います。あーでもそれで言うと義賊さんが左から来る感じになっちゃうってことですか、はい、じゃあそれだったら。まあ、ゼロではないっていうくらいですね。はい、もうここ結構決め打ち盤面しないといけなくて、うん、僕とクレイさんは、ヒカックさんを釣ってるんで、うん、そもそも白置きしてほしくて、僕は義賊さんにこのままだと入れちゃいます。俺も義賊さんですね。なんで、タイミングで言うとちょうど、その義賊さんが僕が見つける前に先に通報しないといけないかなと思うんで、まあ、あとは単純に義賊さん同じように診察を見ていながら比較さんはあんまり詰めれてなかったんで、はいはい、ちなみになんで双葉さんに入れたんですか義賊さん。僕はもう初日だね、あのメスさんがセキュリティで死んでた場合は、うん、要はもう電気室1位双葉さんじゃないですか、うん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 、で双葉さんしかできなくないですかっていう話なんですね。でそれで比較優先されてたんで怖いなと思ったんですけど、いやあそこあんまり比較さん釣り、はい、うん、まあ俺的には同じものを見ているはずなんで義賊さんが僕とってなったら比較さんに行くのが自然な流れかなと思ったんで、うん、僕はそっちよりかそのメッシさんキルの時の方が比較が白く見えてたので、まあ、双葉さんを釣った方がいいのかなって僕は思ったわけです。メッシさんでもセキュリティでやられてた時ですか。僕そしたらちょっと助け立ちしたいっすね正直。俺は入れちゃいます。僕も入れます。ごめんなさい。いやー、
でもメスさん本当どこでやられたんだろう。だってセキュリティだった比較さん義足さんが、いや本当無理っすよ。だって僕ら、えいやー惜しかったね。どうやったんすか、どうやったんすか、メスさんキル。いや義足さんアドミンいないんすよ、僕が嘘ついた。あ、そういうことか、はい、なるほどね、直接セキュリティにいます。なるほど、はい、はいはいはい、あー素晴らしいですね。いやーよかった、全然緑だった。最後コックピット僕ついてるの義足さん大胆な嘘つくなと思ってなんで、うん、いましたって言いました。結構ラインカットにつないで、いやでも素晴らしいですね。はい、レンチャンさんのキルに関してはちょっとサポートありがとうね。いや悔しいな、二葉さんが鼻が利く、ね、めっちゃ強かった、うん、いや二葉さん素晴らしい動きだったと思います。僕も超疑ってたんで、はい、そうなんですよね。だから、はい、いやでも二葉さんのスーパーいい動きで、はい、ずっとアドミンよって行こうとしたら死んでました。いやーごめんなさい、ナイスゲーム。正直義足さんクレイさんが2人見てなかったら僕双葉さんに入れてたかもしれないですね、うん、あの神殿図、義足さんからも3秒以上前に見たっていう情報が出たので、いやーしまったな、はい、すごいな。え、じゃあ一番最初ダウンロードやってるところを隣で切ったんですか。あ、僕あのタオル助けやってるふりして上に行ってちょいって切ってまた下行きました。また戻ったってことですよね、はい、はいはいはい、みんな上行ったんで容疑者めっちゃ増えるなと思って。いやー心臓強い、いいキルですね。いやーいいキルですね。決まったんですけどちょっとダメでしたね、その後が失敗した。はー、いや面白いな、義足さんの大胆さもすごいな。僕も全ちゃんさん誰にも多分見られてないなって思ったんで、いやバレないと思ったけど、うん、がっつりバレてた面白かった。